湯の花コレクション。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。妖精娘湯の花コレクションを始めていきます。さあ、クリスマスということで、ログインボーナスもいただいてますね。いろいろたくさんありますね。さて、ガチャを もう一回。いい加減星5が欲しいです。なんか達成したみたいですね。なんとか勝ちました。ライブです。
もうなんかクリスマスの SSR キャラも大きくなってきたみたいですね。決まりました。花巻いいですね、やっぱり。 OK。 小槌を、確実に確保していきます。この腕時計は効率的に効果的に活用したい。そして歌合戦にも参加します。完全勝利。同戦に参加。これも完全勝利ですね。完全勝利を続出させております。完全勝利ボーナスっていうのは結構大きいんですよね。3連続完全勝利。今日は結構客が多いですよね。今日あの23日はライブの日です。おっと、ここでついに1000を超えるまでやっていきましょう。こいつ強いな。師匠、こっちの方が到達の勝率は弱いが、勝率を見ると能力ですよね。おー、負けたー。珍しい。久しぶりの敗北。おー、取り戻しました、完全勝利を。道後泉がもらえるのは20位までです。
ライブの曲も増えてきました。なんとか勝利。完全勝利。またも完全勝利。6位になりましたね。なかなか今日のはレベルは高いようです。大月優衣担当ピーターってありますね。大月優衣ということはこのセムスが世界だったをキムサキのファンかな。まあ、なあの中の人とそのゲームでのキャラクターが違う可能性はありますからね。今夜は激戦となってますね。おっと、そういうその間に会長で限定ガチャチケットがもらえるってなってますね。本日22日なんですが、これの効果が書いてないのは気になりますね。例えば星5じゃない、星号っていうか SSR を取れるガチャとか、それは書いてないのが何ともわからないです。具体性に欠けます。なんかカフェメイリッシュっていう場所に行けばこれも特別報酬が付与されるなど、積極的に移動してその場所に行くことでなんか、特別な、特典がもらえるっていうような動きをしてますね。こういうのもありますね。プレゼントフォーミー都のパーティー開催後編ガチャ、おっと2回目の総選挙が、危ない危ない。で ゲーム内のみで発表されるってどういうことなんでしょうかね。なんと意外な結末、
カレンダーに載ったりいろいろ特典があったりするんですが、しかし矢巡り強いですね。というのは前回第1回総選挙で1位になったにもかかわらず、まだ CD デビューができてないんですよね。これは学級ファンどうなのかなっていうことで、非常に根強いファンがまあ矢巡りを応援してるってことですね。平安神宮にある商業施設で販売予定してますんで、平安神宮だったら行けますんで、行ってみようかなと思います。トニトニだよねこれ。さっとか言ってるうちに2人が、巡業終わりました。あ、そうだそうだそうだった。城崎の先です。フォースライブ記念ピックアップガチャを、行いましょう。まあもちろん都のパーティー開催もいいんですけど、フォースライブの日ということで、あーダメっぽいか、ドロガーだ。おっと、リニューアル記念ガチャ、これを集めると12月31日までか。
ケットが全然足りないけど、できれば10連やりたいんですけどね。さ、最後にドナンの月岡をの、報酬をもらって、この動画を終わりたいと思います。あ、何もないのか、あると思ったんだが、特訓もしたいんだが、これをあげましょう。得意レベルアップです。はい、というわけで、もうちょっとですね、ご視聴いただきありがとうございましたと言おうと思ったんだけど、フルフラット温泉窓となってます。なるほど、妻にも温泉宿がある、道後市ってことですね。温泉宿ね、もっと増えていけばいいんですけど、知名度が上がるっていうのは大きいですよね。カリスマ、カリスマ勇者になれる、な、俺はなるっていう感じですかね。はい、というわけで、以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。